午前6時。急いで身支度を済ませ、猛ダッシュで移動。男子学生は上半身裸です。点呼や体操を終えると、起きてからわずか5分。始まったのはおよそ2キロのランニング。ここは山口県にある航空自衛隊防府北基地。練習機が続々と戻ってきました。日々訓練に励んでいるのはパイロットを目指す学生。みんな戦闘機です。いや、違う。大きい違う。私は救難機希望してます。ほとんどが高校を卒業したばかりの若者です。徹底した指導が分刻みで続く航空学生の生活。足つけるな。全てはパイロットに必要な体力、そしてある重要な能力を養うためです。今年4月に入隊した菅さん。 F-15J 戦闘機に乗りたいと考えております。空が舞台のアニメをきっかけに、人を守るため空を飛びたいと戦闘機パイロットを目指しました。学生らが授業を受けている間、教官が行ったのは学生の部屋の抜き打ちチェック。菅さんが畳んだ毛布は、僕はちょっと今汚いので、しっかりまっすぐなってないので、少しのズレも許されない世界。上官に原因と改善策を報告しなければいけません。あります。原因といたしましては、スピードを意識するあまり丁寧さに対する配慮が欠けていたことです。別の学生も、原因といたしましては、理由も分からずに来たんか、お前は。いえ、言葉に詰まってしまいました。小さいミスがどうなる。事故の原因になります。国民を守る立場が、お前、国民を傷つける可能性があるんだよな。お前たちが事故ったせいで飛行機落ちるんやな。はい。小さなミスが命取りになるパイロット。訓練を通じ、細かいことに気づく力や冷静な判断能力を養いますが、去年は学生の4割程度が最終的に適性がないと判断されるなどして別の道に進んでいます。パイロットを育てるのは一朝一夕ではできません。厳しい状況の中で目標をクリアさせていく、そこには非常に困難な道があります。長い時間がかかるパイロットの育成。しかし航空学生の志願者は少子化などを背景に年々減少しています。昨年度は10年前と比べおよそ4割に落ち込みました。自衛隊の元幹部は、自衛隊全体として非常に、深刻な問題だというふうに思っています。優秀な人材確保という観点からすると問題が出てくるかもしれない。必要な隊員数に加え、人材の質の確保が課題になると指摘します。自分も成長して、ちゃんと使えるパイロットになって。突然聞こえた国旗降納の合図。菅さんは国旗の方向に向き姿勢を正しました。防衛力の強化に必要な質の高い人材、ただ防衛費を増やすだけでなく、人材確保の課題を乗り越える必要があります。